今日は2020年3月8日これはクラフトのオッターハウンドのリングに来ています。僕はこの犬が結構好きですね。ほら毛が長くて、何ですか。毛が長くて、なんかそのちょっと目が隠れたようになっていて、すごい可愛らしいじゃないですか。ただね、もうちょっと僕はね、大きな犬の方が好きなんですよ。だからそこだけなんですよね。多分30キロぐらいですよね、これもね、30キロぐらいなので、だからちょっと間に合うかな、あ、行ってしまった。オッターハウンド、オッターハウンド良くないですか。これすごい僕は好きですけどね、オッターハウンド。なんかほら毛がちょうどいい感じじゃないですか。ここ目が隠れてすごい好きですけどね。ほら大きさ的にも、そのこれどれくらい、これメスは多分25キロぐらいしかないですね。オスでまあ30キロぐらいだから、日本家屋でも買えると思いますよ。日本でもすごい買えると思いますよ。オッターハウンドすごいいいと思いますけどね。オッターハウンドいいでしょ。オッターハウンドなんでもっと人気出ないんだろうか。ちょっと一回紹介しましょうかね、ホームページで。オッターハウンドがいいということをみんなに伝えましょうかね。ただね、もうちょっと大きさが大きい方がね、さのいいんですよね、おそらく。あとちょっとだけね。だからこの犬がね、40キロ以上あったらね、すごいいいんですよね。50キロぐらいあるとすごくいいんですけどね。ちょっとちっちゃいんですよね。小さいと言ってもそんな別に小さくないですよ。日本で買ったら全然 OK だと思いますよ。もっと大きい方がいいんだけどな。
あったはん、これはすごくいいと思いますね。オッターハンド、なんでもっと人気出ないんでしょうかね、日本で。わからない、人気が出ない理由がわからない。多分もしかしたら人気なのかもしれない、すでに。オッターハンドすごいいいですよ、ほら、ね、Thank you. オッターハウンドいないかな。あ、これボール沿いだ。よし、じゃあちょっと止めましょうかね。また。オッターハウンド。それでは皆さん失礼します。